東急東急電鉄、東急電鉄株式会社は、東京都区部南西部から神奈川県東部に有する路線で、鉄道、軌動事業を行っている会社。東急株式会社の100%子会社であり、東急グループの中核事業である、鉄道事業を東急株式会社から継承した事業会社である。日本の大手施設の一つである。2019年9月2日に、 東京急行電鉄株式会社が、東急株式会社に称号を変更し、同年10月1日に、同社の鉄軌道事業を会社分割方式で分社化する形で発足した。そのような設立の経緯から、他の大手私鉄と異なり、不動産や小売業などの鉄道以外の関連事業は、親会社の東急株式会社やその後会社が担っており、 東急電鉄株式会社は純粋に鉄軌道事業のみを行っている。東急電鉄の名称は元は2006年1月1日から当時の東京急行電鉄がそれまでの公式略称であった東京急行に変えて駅形室のポスターチラシ類公式サイトやパスネットなどにおいて使用を開始した公式略称である。かつては英語略称として TKK を使用していた時代もあった。なお、当時の車体塗装を復元して運行している一部の車両で TKK と表記しているものがある。本記事では東急電鉄発足以降のみならず、分社改以前の東急株式会社による鉄軌道事業を含め、東急電鉄本体での事業について記述する。また、本記事において、単に東急とあるのは東急電鉄。 または分社化前の東京急行電鉄の略称を意味し、親会社の東急を指す場合は、東急株式会社のように明示する。鉄道総営業距離は 104.9km と、大手私鉄16社中11位であるが、会社分割前の単体売上高は JR を除く、日本の鉄道事業者で東京地下鉄、近畿日本鉄道に次ぎ、 また営業キロあたりの単体売上高は25.4億円、キロメートルと東京地下鉄の17.3億円、キロメートルの約1.5倍であり、他を引き離している。連結売上高は1位、利益は連結、単体ともに1位である。渋沢栄一が東京府江原郡の宅地開発とその住民のための 交通網と生活基盤整備のために創設した田園都市株式会社を源流とするグループ企業の一つであり、こうした設立経緯から東急電鉄以外の不動産部門、ホテル部門や生活サービス部門などの収益が鉄軌道事業の収益をはるかに上回り、連結決算で見た東急グループ全体の営業収益は毎年1兆円を超える。東急のグループ企業には 路線バスなど交通、不動産開発、小売業、ホテルリゾートなどに221社8法人が名を連ねる。2020年3月頃からは、美しい時代へのほかに、人へ、街へ、未来へという当社独自のコーポレートスローガンを使用するようになった。1943年に東京急行電鉄が刊行した。 東京横浜電鉄遠隔市によると、東急の創設者は、東急の母体企業、電園都市創設者という表現で、渋沢栄一となっている。また、渋沢の子である、渋沢秀夫も、電園都市株式会社の取締役支配人、及び、東急電鉄の常任監査役などを務めていた。しかし、東急の事実上の創業者は、後藤慶太と認識されている。 これは、東急の源流企業である、電園都市株式会社を実質的に経営していた、小林十三がその子会社である目黒蒲田電鉄に、当時、鉄道省の高級管理であった、後藤慶太を、経営陣に昇聘し、それ以降、後藤慶太を中心に同社が、東京横浜電鉄、東京急行電鉄と変遷し、現在の東急株式会社を中核とする、 東急グループが形成されたからである。とはいえ、東武鉄道の根付や西武鉄道の堤家とは異なり、後藤は資本による会社支配は行わなかった。つまり、後藤家の東急の持ち株比率は低く、個人株主では国際工業の長の賢治が筆頭であった。また、後藤啓太の後継者、後藤昇も資本による会社支配を行わなかったことから、後藤啓太、 小布志の経営者としての手腕やパーソナリティでグループが結束を保ってきた歴史を有する。後藤昇の後継者として目された昇の長男、後藤明は、ホンダ技研工業を経て、東急取締役に就任し、東急建設社長を務めたが、後藤昇に臨まれながらも、東急本社の社長には就任せずに他界した。現在、東急グループの経営陣に、 後藤家出身者はいない。メカマ旋通前夜の田園都市株式会社、メカマ電鉄重役一行、マリコ終点にて。左端は、後藤慶太、右から三人目は、小林13東京急行電鉄の歴史は、渋沢栄一が理想的な住宅地、田園都市の開発を目的に、1918年9月に設立、1922年6月から、 先属田園都市の分譲を開始していた、田園都市株式会社を思想とし、その鉄道部門を同年9月に子会社として分離した目黒・ロ、蒲田電鉄に始まる。会社分離後の翌1923年8月、玉川大地区の分譲も開始し、目黒・ロ蒲田電鉄はそれらの交通を担った。つまり、目黒・ロ蒲田電鉄は、田園都市株式会社と地権者が、 共同開発した分譲地を、その付加価値を高めるために、商船と結ぶ交通手段として設立されたのである。都市開発の一環としての鉄道事業という位置づけは、この当時からのものであり、第二次世界大戦終結後においても、多摩田園都市の開発に伴う、田園都市線の延伸などのプロジェクトを行っている。この開業にあたり、 大阪の美濃割馬電気機動の創業者で鉄道経営の実績があり、すでに1921年6月から電園都市株式会社を実質的に経営していた小林十三は、その役員会で、僕が毎月上京して役員会で方針を定めていくが、さっぱり実行できない。実行力のある人を役員に入れてもらわねば、せっかく毎月来ても何にもならぬと自身の代わりに、 鉄道省出身で当時未開業の武蔵電機、鉄道東京横浜電鉄、現在の東横線の母体の経営に携わっていた、後藤慶太を推挙した。こうして1922年10月、メカ参りした後藤慶太は、人道指揮をとって、同社を東都最大の私鉄に育成することとなる。しかし、電園都市株式会社、及び目黒蒲田電鉄の経営も、 私自身本来の願目であった、武蔵電気鉄道の開業を期すための手段という位置づけであった。まず、1923年3月に、目黒駅マリコ駅間を開業させて、専属電園都市の居住者に交通の便を提供し、8月には玉川大地区の分譲も始めた。同年9月1日、関東大震災が発生し、東京市内は、 壊滅的な被害を受けたが、専属電園都市の分譲地にはほとんど被害がなく、また11月には、目黒駅蒲田駅間を全通させることができ、目釜線と呼んだ。次に、目黒蒲田電鉄の姉妹会社である、東京横浜電鉄は1926年2月に、マリコ玉川駅神奈川駅間を開通させ、目釜線との相互乗り入れにより、 目黒駅神奈川駅間の直通運転を開始した。そして翌1927年8月には渋谷駅マリコ玉川駅間を開通させ渋谷駅神奈川駅間の直通運転を開始して東横線と呼んだ。東横線は後藤慶太が最も聖魂を傾けて建設した路線だと言われている。1932年3月には桜木町駅まで延長。 東横線が全線開業した。これら沿線に1925年12月、玉川沿を開園、1934年11月、渋谷に東横百貨店を田園調布に田園テニスクラブを1936年に田園コロシアムを作るなど沿線住民の利便性を高めた。乗客は電車が想像するといった小林十三が半球で用いた手法を 後藤慶太は継承したのである。それだけでなく、大学等の学校を誘致する。まず、1924年、関東大震災で被災した東京工業大学を、倉前から、メカマ線の大岡山に土地の投下交換により転させることに成功した。そして、1929年には、慶応義塾大学に、日吉台の土地を無償提供し、1934年、 日吉キャンパスが開設された。1931年に日本医科大学に武蔵小杉駅近くの土地を無償提供し、1932年に東京府立高等学校を親雲に誘致、1936年に東京府青山主犯学校を世田谷、下馬に誘致するなど、東横沿線は田園都市としてだけでなく、学園都市としての付加価値も高まっていくことになり、 かつ多くの通学客という安定的な乗客の獲得にもつながった。また、1927年7月から1929年12月にかけて、大井町駅二子玉川駅間を開通させ、大井町線と呼んだ。その後、後藤慶太は、事業拡大に乗り出す。まず、目黒蒲田電鉄が、池上電気鉄道を買収、合併した。 目黒蒲田電鉄と池上電気鉄道は、開業当初から開発地域が競合していたが、その一方で合併話も持ち上がっていた。当時の池上電鉄は、経営が苦しいのに、有利な条件を出しごたごた言ってきた。そこで、経営者の後藤国彦とオーナーの川崎財閥とは、うまくいっていないことを利用し、1933年5月、後藤慶太は、 川崎財閥総水の川崎はじめから池上電鉄の株全部で12万株のうち8万5千株を一世にして買ってしまい万事うまくいったと買収して乗っ取ってしまったのである次に東京横浜電鉄は玉川電気鉄道及び世田谷線の母体を買収合併した東京横浜電鉄は当時渋谷の開発をめぐり 玉川電気鉄道と競合していたが、後藤警太は同時に抱えていた地下鉄道建設を目的で設立された東京高速鉄道の案件で地下鉄渋谷駅の建設をするのに玉川電気鉄道の協力が必要だった。また、玉川電気鉄道の伝統電力供給事業も欲しかった。そこで、千代田生命と内国貯金銀行が持っていた玉川電気鉄道の 株5万6000株を毎週、1936年10月、後藤慶太が社長に就任、乗っ取りに成功し、1938年4月には、東京横浜電鉄は玉川電気鉄道を合併した。そして、目黒蒲田電鉄は1939年10月1日に、東京横浜電鉄を合併し、10月16日に名称を逆に、 東京横浜電鉄と解消した。この合併にあたり、歴史が長く、東急電鉄の幹線となる東横線を運営する、東横電鉄を主体とし、メカマ電鉄をこれに併合する予定であったが、資本の流れの問題もあり、まずメカマ電鉄が東横電鉄を併合し、メカマ電鉄を形式上の存続会社とし、名称を逆に、東横電鉄とした。この時に、 現在の東急の基本となる路線がほぼ一元的に運営されるようになっている。なお、田園都市株式会社は1928年5月に玉川大地区などの分譲が完了したため、子会社である目黒蒲田電鉄に吸収合併されたが、デベロッパーとしての東急不動産の始祖でもあった。大東急時代の路線も1938年4月、 電力国家管理法が交付され、1939年4月に国策会社に本発送電が発足する。このことにより小田原急行鉄道の親会社である、絹川水力電機は得意先を失うなどして経営が悪化する。それに伴い小田原急行鉄道も経営が悪化し、社長であった都光鶴松が後藤慶太に経営を委ね、1939年10月、 後藤は小田原急行鉄道の取締役会で取締役に選任された。1941年3月に小田原急行鉄道は経営再建のため絹川水力電機と合併し小田急電鉄と社名変更し同年9月には後藤慶太が社長に就任した。前節で触れた東京高速鉄道は渋谷駅新橋駅東京駅間の 地下鉄建設を行う会社として、大倉財閥の門の重苦労、脇道与と小田原急行鉄道の都市密鶴松が組んで設立しようとした会社で、当時の東京市は山手線内の鉄道施設権を独占していたが、財源がなく、東京高速鉄道に地下鉄道の施設権を譲渡したのであった。しかし、東京高速鉄道も資金難であり、 第一生命の創業者であり東京横浜電鉄の社長だった矢野爪田に相談すると東横電鉄の後藤慶太を参加させることを条件に出資し後藤が常務に就任1934年9月会社は設立された後藤は東京高速鉄道の渋谷から新橋までの運営はすでに 浅草駅、神田駅、新橋駅間で、開業6月に全通していた東京地下鉄道と、結んだ方が経営上の効率が良いと判断し、また、東京市との約束、将来において、東京地下鉄道と合併を条件に施設権を、譲渡するもあり、東京地下鉄道と交渉資料者間で直通する、ことで、半ば合意に合意した。しかし、東京地下鉄道側は、合意に反し、 1937年3月、京浜電気鉄道と結んで、京浜地下鉄道を設立し、東京高速鉄道との直通ではなく、新橋から品川方面への延伸計画を発表した。これに対し後藤は、東京地下鉄道の提携先である、京浜電気鉄道株式の買い占めにかかり、1938年1月、まず同社の大株主であった。 前山久義から株式を入手、ついで1939年3月、京浜電気鉄道会長である、も月軍き郎からも入手、東京高速鉄道は、京浜電鉄株の過半数を所有、同年4月、後藤慶太が、京浜電鉄の取締役となり、参加とし、同時に、姉妹会社である、湘南電気鉄道も参加に収め、6月に、後藤慶太は、 京浜電鉄の専務に就任、1941年11月には社長に就任した。その東京高速鉄道であるが、1938年12月、渋谷駅虎の門駅間を開通し、1939年1月には新橋駅まで延伸したが、前日の東京地下鉄道側の抵抗により、東京高速鉄道の新橋駅を別に建設しての、 運行を余儀なくされていた。しかし、同年8月には、東京地下鉄道の株も大株主の穴水熊尾から、買収し、やっと9月に、東京高速鉄道と東京地下鉄道との、新橋駅での相互乗り入れが始まった。現在の東京メトロ銀座線である。結局、1941年9月、陸上交通事業調整法により、両社は、 京浜地下鉄道とともに新たに発足した、帝都高速度交通営団に並行され、地下鉄に関しては、後藤の乗っ取りは叶なわなかった。そして、太平洋戦争下の九百四十二年五月一日に、陸上交通事業調整法による、戦時統制の背景もあり、同じ後藤慶太が社長を務める小田急電鉄を、譲り受け、合併、京浜電気鉄道を買収、合併して、 正号を東京急行電鉄と解消した。さらに、1944年5月31日には、やはり電力国家管理法により、電動電力給電事業が奪われて経営が悪化していた、京王電気機軌道を買収、合併した。前日の通り、小田急電鉄は、後藤慶太に経営の再建を委ねたのであるが、その他の池上電気鉄道、 玉川電気鉄道、京浜電気鉄道、京王電気軌道の買収、合併は、つまりこの、ライバルや敵を身内にしてしまうやり方は、主に株式の買い占めを図ることで行われ、これらの会社を、あたかも札束を持って、白昼強盗を働くように買収し、その強引なやり方から、後藤は名字をもじって、強盗形太なる異名を取っていた。またこれら4社以外にも、 1941年11月までに、その資本力に物言わせ買収した会社は、相模鉄道、静岡電気鉄道、江ノ島電気鉄道、神中鉄道など30社以上に達した。さらに1944年2月には、後藤慶太が運輸通信大臣に就任した。この時期までに、路線延長は約3 2 0トルにも及び、北は中央線から、 南は三浦半島、西は箱根までをテリトリーとする、いわゆる大東急の自害となる。しかし、戦後は一転、独占禁止法や過度経済力集中排除法が施行される。大東急はこれらの法律の適用から除外されたものの、大東急も当てはまると主張する小田急電鉄、関係者を中心に、かつての4社への復元運動が勃発する。これを受けて、 経営陣は会社経営の民主化に乗り出す。また、戦中の空襲での被害が沿線地域に集中しており、復興するためには一企業での資金調達が限界があり、困難となったばかりか、空襲被害からの復旧、人口の公害移動による各線の輸送力増強への対応など、合併や買収により編入した各線は、東急の重い負担になっていた。東急は、 まず1947年に、相模鉄道や静岡鉄道など参加会社の持ち株の大部分をその会社の役職員などに譲渡して放出。そこへ8月、後藤慶太が公職追放に追い込まれる。そして1948年5月に、百貨店部門を東横百貨店に分離し、6月に小田急電鉄、京浜急行電鉄、京王帝都電鉄を分離させ、 大東急の再編成を行った。ただし、三支鉄の分離独立後も、各社の幹部人事は、後藤慶太が指示しており、長男の後藤昇を、小田急、京急、京王帝都の取締役に就任させていたまで、続いた。その他、京王帝都の三宮志郎社長が、大英の蘇我聖子専務と組んで、映画会社美演説率の動きを見せると、 当時、財務基盤が脆弱だった、京王帝都の中核事業以外への過剰投資を、憂慮した、東急側の移行により、非営設立を中止させ、三宮社長を事実上更迭した例や、西武鉄道と激しく構想した箱根、伊豆開発では、小田急の安藤奈良六社長を通じて、代理戦争を演じた例など、戦後しばらくは、東急計算施設は、 東京の衛生企業として機能した。その後、1951年8月、公職追放から復帰した、後藤慶太は、自ら提唱した多摩田園都市構想に基づき、その動脈である田園都市線を建設する。東京都の人口が750万人以上になれば、公共施設が追いつけず、その機能が失われると思われる。人口膨張により、 東京都自身が行き詰まってしまう。そこで大仙街道沿いに500万坪を買収して、第二の東京都を作ることを計画した。これを実施するのは、田園調布などの街づくりに実績のある当社が適当である。大仙街道沿いに沿って10カ所ほどの小都市を作って、同時にこの地方全体の発展を図りたいと考えている。1953年1月に発表されたこの、 構想により、城西南地区を4ブロックに分け、それぞれの地区に新都市を建設する計画を立てた。その後、横浜市港北区にあたる第3ブロックは、鉄道建設区域から離れているため、東急電鉄自体での開発は断念し、元の第4ブロックを第3ブロックとし、新たに町田市南部、大和市北東部を第4ブロックとし、開発を推進した。 まず1963年10月、大井町線を田園都市線と改称し、1966年4月、これを延長する形で、溝の口駅長津大駅間を開業、その後徐々に延伸した。1977年4月、1969年5月に廃止された玉川線の継承路線である新玉川線が開通、11月には田園都市線と、 快速列車が直通運転を開始した。1979年8月には、全列車が田園都市線から新玉川線を経由して、半蔵門線方面へ直通運転を開始し、同時に大井町駅二子玉川園駅間を大井町線として分離した。1984年4月には、月見野駅中央林間駅が全線開業し、 多摩田園都市の基礎的インフラが完成する。また2009年7月には、沿線の人口増加による混雑対策として、田園都市線の二子玉川駅溝の口駅間が複々線化され、バイパス路線として大井町線が溝の口駅まで乗り入れを開始した。その後東京太に東急の創業であるとまで言わしめた、東横線であるが、1964年8月に、 英団日比谷線と中目黒駅日吉駅間で直通運転を開始した。1988年3月からやはり混雑対策として東横線の複々線化工事に着手。最初の工事である日吉駅改良工事に伴い同年8月から菊名駅まで日比谷線との直通運転区間が延長された。そして2000年8月、 電園調布駅武蔵小杉駅間までの複々線回帰工事が終了、うち2線を利用し、目鎌線の目黒駅電園調布駅間と直通運転することにより、目黒駅武蔵小杉駅間を目黒線とし、東横線のバイパス路線とした。そして同時に、目鎌線の玉川駅蒲田駅間は、東急玉川線として分割され、 東急電鉄が最初に施設した路線である目鎌線の名称は消滅した。目黒線は2000年9月に東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線との相互直通運転を開始し、続いて2001年3月には南北線を介して埼玉高速鉄道線との相互直通運転も始まり、そして2008年6月に日吉駅まで複々線化工事が完了し、 同駅まで延伸開業した。2004年2月1日、横浜駅から横浜高速港未来線の横浜、元町、中華街駅と直通運転を開始し、これに伴い前日の1月31日に、横浜駅桜木町駅間が廃止となった。2013年3月16日、渋谷駅大館山駅間の地下化が完成し、東横線は、 東京メトロ福都新線と直通運転を開始、福都新線を介して、東武東上線と西武池袋線との相互乗り入れも開始され、横浜高速鉄道も含め5社による相互直通運転となった。同時に49年間続いた日比谷線、直通運転は終了となり、同線はすべてが中目黒駅での折り返しとなった。後藤慶太の息子、後藤昇は、 東京大学経済学部卒業後の1940年、東京芝浦電機に一旦入社するも、1945年には東京急行電鉄に入社した。1948年には、新発足した東急横浜製作所、京浜急行電鉄などの取締役となり、1954年には東急電鉄社長につき、後藤慶太の後継となった。 社長就任直後に、後藤慶太が乗っ取りを図った東洋製党から撤収し、三家の自動車メーカー東急黒金工業を日産自動車に全株上としてグループから離脱させ、また、東亜石油、日東タイヤ、東急エビス産業、吉田ガス、日本トリドールを上と、映画会社の東映を分離するなど、拡大した東急グループを再編し、本業である鉄道業、を、 運輸業とその関連性の高い事業に選択と集中を行った。一方で本業である鉄道経営については、伊豆急行の建設や田園都市線の延伸、新玉川線の建設といった鉄道敷設を行うほか、沿線のリゾートや宅地開発に関しては父啓太が立案した通りに忠実にやり遂げた。また後藤昇の 艦隊併用構想に起因するが、グループ経営の方向性に合わせ、航空事業への進出、広告代理業である、東急エージェンシーの設立、東急建設の設立、ホテル観光事業の拡大、流通部門の拡大、リゾート開発の拡大などを図り、後藤昇が社長だった1980年代終わりの最盛期にはグループ会社400社、8万人の従業員を数えた。 1989年3月72歳で後藤登が死去した後、横田二郎を中心とする集団指導体制に移行したが、グループ各社のトップも年齢的に退く時期に重なり、経営は求心力を欠くこととなった。東急グループとしての厳格なマネジメントは存在しなかったため、各社の自由な裁量が大きく、グループ加盟会社ごとに事業が拡大し、 肥大化していた。結果、事業部門の重複が整理されないまま、最大で500社以上を数えるまでに、グループ企業が拡大膨張してしまった。そして、1990年以降のバブル崩壊後の縮小経済化では、そのスケールはデメリットに転じ、1999年3月末時点の有利子負債は、 グループ全体で3兆円以上を抱えるなど業績不振に陥った。ここでグローバル基準である連結決算重視の流れや減損会計の導入などを受けてグループの再編に踏み切った。1991年にはバス部門を分離し東急バスとしている。1998年東急グループ代表清水人氏の下主要加盟者に対し 自立なき者は競争の輪に加わることができない、胸を通告したのを皮切りにリストラを加速した。電鉄事業に依存するのみでシナジー価値を創出していないと判断された数百社をグループから離脱、独立させたのである。また、それまでの全国拡張路線を改め、原則的に東急遠征や都市部に経営資源を集中させた。 重要なコア事業を担う子会社等は、本体にとってのポートフォリオ企業として、監視を強める体制にした。その結果、加盟者数は約220社と大きく減少したが、業績は逆に好転し、回復傾向となっている。2017年時点の東急電鉄の中核事業は、住みたい沿線、訪れたい街、働きたい街の3つを、キーワードに、 日本一住みたい沿線、東急沿線をスローガンとする、鉄軌道事業、日本一選ばれる沿線であり続ける都市開発事業、一つの東急の実現を目指す生活サービス事業、ホテルリゾート事業、国際事業である。田園都市や学園都市だけでなく、総合的な東急沿線の付加価値の向上を目指し開発を進め、 環境に優しい街づくりと沿線活性化に努めて次世代へつながる街づくりを推進し、新スローガンは人へ、街へ、未来へとしている。また、目黒蒲田電鉄創立100周年にあたる2022年を見据え新たな成長に向けた準備を進めている。前述の歴史的な遠隔から小田急電鉄、京浜急行電鉄、京王電鉄は現在でも 東急東京急行電鉄が各社の株式200万株程度を保有する主要株主である。さらにこの4社は相互に株式持ち合いを行う関係にある。また、後藤昇が社長、会長を務めていた当時は、東急系の小田急、京急、京王帝と各社の非常勤取締役についており、系列の東急エージェンシー。 東急レクリエーションは現在でも上記3社とは資本的人的関係を有するのも大東急の名残と言える。加えて大東急記念文庫は東急のほか発足後の小田急、京急、京王各社が出資して設立され、現在もなおこれら4社が経営している。また合併されていた東急、小田急電鉄、京浜急行電鉄、 京王電鉄は現在でも電動車の形式記号にもではなく、でを使用している。また、健康保険組合も、東横目鎌電鉄健康保険組合を外し、大東急時代に、東京急行電鉄健康保険組合となり、これが、東京西南市鉄連合健康保険組合と、名称変更した。その後、1967年1月に、東横百貨店が、 東急百貨店健康保険組合を設立し、また、1976年に、田園都市線が月見の駅へ延伸し、中央林間駅接続が決定的になったことの影響もあり、1978年9月に小田急電鉄が小田急グループ健康保険組合を設立して分離した。2019年現在、東急、京急、京王はグリープ会社を含め、 東京西南市鉄連合健康保険組合に加盟している。なお東急、京急、京王グループのほか相模鉄道、東映、関東バスも東京西南市鉄連合健康保険組合に加盟している。全身企業である、田園都市、目黒蒲田電鉄、および東京横浜電鉄から大東急までの各、会社の時代の詳細な年表は、それぞれ、田園都市、 目黒蒲田電鉄、及び、東京・横浜電鉄の各社市年表を、多摩田園都市開発に関しては、多摩田園都市開発年表を参照のこと。前市、大東急の、時代東京急行電鉄再発足以後、東急電鉄発足以後営業中の路線鉄道線 99.9km、第二種鉄道事業 3.4km と軌道線 5.0km の、 1> 計1 0 4 9トルの路線を保有する。東横線と田園都市線が東急電鉄における基幹路線であり、この2路線が乗り入れる渋谷駅が最大のターミナル駅である。また、渋谷は東急グループの各種施設が集中していることから、グループの最重要拠点となっている。平気した色はラインカラーである。各線の遠隔、列車の運行については、 それぞれの記事を参照。路線図一般的に、鉄道路線は、その正式名称や、運行区間を変えることは、あまりなく、運行形態が変わった場合は、正式名称とは別に愛称などを用いる場合が、多いが、東急は、正式名称や、区間の変更をたびたび言ってきた。近年では、2000年8月に、目黒線と、永蘭地下鉄南北線、 都営地下鉄三田線との総合直通運転開始に関連して大幅な整理、変更を行っている。変線については路線名称変更、区間変更の節を参照。直通運転等級は以下の路線と直通運転を行っており、東京メトロと都営地下鉄の2つの地下鉄事業者の路線に直通する唯一の大手施設となっている。 実施中廃止共同使用駅の管理渋谷駅、中目黒駅、横浜駅、目黒駅は他社接続の共同使用駅であるが、東急がこれらすべての駅を管理している。田園都市線の渋谷駅は、1977年4月7日の、同駅二子玉川園駅間の新玉川線。開業当初は東急が管理していたが、新玉川線と、 半蔵門線の相互直通運転が始まる1978年8月1日から2007年12月1日までは、A 蘭地下鉄が管理していた。東横線の渋谷駅についても、東横線と福都新線の相互直通運転が始まる前の2008年6月14日の福都新線開業当初から東急が管理している。これは、福都新線建設時に、 すでに東横線との相互直通運転が決定していたことと同一構内にある田園都市線の渋谷駅と一体的に管理するためである。廃止路線部分廃止や全新会社の路線も含む、突起がない路線は地方鉄道法、鉄道事業法による鉄道。廃止日は最終営業日の翌日。経営管路線1948年までの、いわゆる大東急時代には、 以下の路線も運営していた。同年にそれぞれ以下の会社に移管された。小田急、京王、京急、相鉄が独立したので、東急に残る、日合平側の路線は、田園都市線の一部、世田谷線、池上線のみである。未成路線路線名称変更、区間変更廃止日は、最終営業日の翌日。事業中の区間東京メトロ副都心線方面との、 相互直通運転開始に伴い、重量編成の列車が停車できるようにするため、特急、通勤特急、急行停車駅では、ホーム延伸工事を行った。構想中の区間2016年3月末現在、鉄道専用と機動専用を合わせて1200両を保有する。各系列の詳細、使用線区、運用などについては、それぞれの記事を参照。 制御装置は二代目0線系の登場以降東洋湖線、田園都市線は日立製作所製、目黒線、大井町線、池上線、玉川線は東芝製と分けられており、他には東洋電気製造、三菱電気製がある。多くの鉄道事業者では新性能車導入と同時に、車体は新性能車に準じた構造ながら走行機器を 旧性能車から流用した車両も製造したが、東急では、旧性能機器流用車は、機動専用車両の一部のみに止まった。大手私鉄の鉄道線車両で、旧性能機器流用車の製造実績がないのは、東急と阪神電気鉄道のみである。東急の形式記号は、制御電動車及び電動車を、で、制御車を、く、付随車を、さ、次の桁に普通車を、は、 事業用車を、や、有害貨車と荷物電車を、は、無害貨車を、と、電気機関車を、機とし、3000から不満している。これは大東急時代に、小田急、帝都の車両を1000番台、京王の車両を2000番台、京浜の車両を5000番台としたためである。現在は、貨物、荷物輸送が廃止され、和、と、機が、形式消滅したため使用されていない。 その後大東急分離後も東急は3000系は、そのままとし、4000を飛ばして5000、6000と不安していった。9000の次は1000から再度不安し、現在7000までが与えられている。この時も4000を飛ばしているが、2011年に投入された新車からは初めて4000番台が使用された。編成の組み方については原則として、固定編成とし分割、 平結は行わない。また、一系列との併結も行わないが、例外として5200系に、初代5000系、8500系に8000系が、併結されていた実績があった。その他、現在のところ不随者が電動車を上回る、構成の編成は存在しない。鉄道専用原油形式、旧在籍形式このほか、車両不足の応援やイベント用、 軌道検索などを目的に他社から短期間の借入者が存在した。軌道専用世田谷線3 0 0系車両、原油形式旧在籍形式車両についての特記事項グループに東急車両製造を持っていたことから日本で最初のステンレスカー5200系を導入、さらにアメリカのバット車との技術提携により1962年に 日本で最初のオールステンレスカー7000系も導入した。東急車両製造の鉄道車両事業は2012年に JR 東日本グループの総合車両製作所横浜事業所が提唱し、以後も東急の新造車両は総合車両製作所横浜事業所で製造されている。車両の技術面に関しては先進的で初代6000系は改正ブレーキ装備。 一台車一、モーターと経済性を追求した。8000系からは、日本初の省エネ性に優れ、かつ製造コストが安い境地直波制御を導入した、ほか、動作性に優れた全電気指令式電磁直通ブレーキを装備した。またコンピュータを用いた、軽量車体の設計にも挑み、8000系に試験車を組み込んだ。その試験結果をもとに製造したのが8090。 である VVVF インバータ制御への取り組みも早く、1984年には初代6000系の一部を改造して実用試験を行いその結果をもとに1986年には量産者として9000系を登場させている。このように様々な先進技術を積極的に導入し、日本の鉄道界の模範となってきた。しかし、その一方で、 車両デザインは極めてシンプルであった。これは車体に加工が難しいとされるステンレスを古くより本格採用したことと、当時の車両部長が全面は切り妻以外認めないとの方針を取ったために、一時は箱型の平妻正面が数多く登場し、これを比喩して弁当箱スタイルと呼ばれることも多かった。このように技術的には世界的にも かなり高いレベルにあるものの、車両デザインとしては、キリズマ形態の正面などのシンプルなデザインが続いており、車体塗装も八千五百系以降コーポレートカラーで、ある赤帯を正面に入れる程度に止まっていた。その後、三千系では、ワンマン運転対応及び通過運転時における列車風を少なくする目的から方針を転換し、FRP を多用することで、 流線型とし、以後の車両でも流線型及びそれに近い構造とした。塗装も路線別のラインカラーなど赤以外の色をまとったものが登場するようになった。1989年、東急の鉄道線最後の旧性能車両である初代3000系列が運行終了したことによって、日本の鉄道で初めて鉄道線の全車両が改正ブレーキ装備車両となった。 また同時に、大手私鉄では初めて鉄道線の営業車両のすべてがステンレス車といった軽量車体の車両に統一されたことになる。2001年には、軌道線の世田谷線でもでは150型が運行終了し、軌道線も含めて全車ステンレス車となり、吊り掛け駆動車、抵抗制御車が全廃となった。5000系の導入により、全車両のドアの上に、 液晶ディスプレイを当初は1機、その後2機設置している。後に、その他の情報を流す LCD は、トックビジョンと命名された。過去には5000系で2005年4月27日から1、編成に2両ずつ6ドア、座席格納車両を順次連結しており、これは朝ラッシュ時の上り電車で、長津田駅から半蔵門駅まで座席を格納していたが、2016年から、 各線へのホームドア設置に伴い置き換えが始まり、2017年度までに全廃止された。LED 式行き先表示器を装備する車両の所帯は、現行車両ではゴシック体の未使用。過去には、病腸体を使用した車両も存在した。東急で営業運転を終了した旧型車両は、地方の中小施設で使用されているものもある。系列企業の伊豆急行。 上田電鉄のほか、広南鉄道、戸和田観光電鉄、福島交通、秩父鉄道、松本電機鉄道、長野電鉄、豊橋鉄道、北陸鉄道、養老鉄道、伊賀鉄道、水間鉄道、市畑電車、熊本電機鉄道などに譲渡されており、過去には大手私鉄である名古屋鉄道への譲渡もあった。建築とは職場の名称。 廃止になった施設東急電鉄の運転士、車掌の職場で、東急線各所に点在しており、主に車庫がある場所にある。東急の駅業務は、複数の駅を駅管内としてまとめて管理下に置いており、このに入る駅名が、駅長所在駅である。普通旅客運賃大人普通旅客運賃は、下表の通り、2019年10月1日改定。 世田谷線と子供の国線の運賃はいずれも、鉄道線とは別に定められており、全区間均一運賃となっている。これらの路線と他の東急線にまたがる場合の運賃は、それぞれ他の東急線の3県、茶屋駅、長津田駅までの運賃と合算した額となる。なお、子供の国線各駅と、田園都市線青葉台駅、棚駅、つくしの駅。 鈴鹿家台駅との総合間の運賃は合算額から大人20円、小20円引きとなる。なお、普通運賃は実際に乗車する経路に関わらず最短ルートの運賃を支払えばよく46から 50km 区間、51から 56km 区間の運賃を支払うような区間は存在しないの 43.4km である。定期券。 東急線全域に設置されている自動券売機の一部では定期券をクレジットカードで購入できる。以前はトップカードで DC カード、ビザマスターカードブランド付帯のカードしか利用できなかったが2013年8月1日より前述のクレジットカードに加え JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナースクラブのいずれかが付帯したカードでも利用可能となった。 2018年3月17日より、東急線内利用分に限り、有効期間が12ヶ月間の定期券、東急線1年定期を発売している。当面の割引率は6ヶ月と同じで6ヶ月の2倍の金額である。割引乗車券、企画乗車券世田谷線散策切符以外の乗車券は、温田駅、子供の国駅、世田谷線各駅での購入はできない。 発売終了その他株主優待乗車証は、キロほど通算可能で、子供の国線と世田谷線を含む東急全線を、通しての利用が可能となっている。ただし、3県、茶屋駅で改札外の理解をする際は、友人改札などで、駅係員に提示する必要がある。回数乗車券は、関西地区でよく見られる、金額式を2004年1月31日発売より、 採用している。世田谷線は路線バスと同様にパスモスイカの SF で乗車すると利用金額に応じてポイント還元されるバス利用特典サービスを導入していたが2021年4月30日をもってポイント及びチケットの付与を終了した。 2017年3月25日から運行を開始したエストレーンと2018年12月14日から運用を開始した旧シートに適用される。東急では東横線と田園都市線に女性専用車を導入している。小児や体の不自由な客とその介助者、保護者は性別不当である。ダイヤ乱れなど不足の事態が発生すると中止する場合がある。 有価証券報告書によれば、労働組合の状況は以下の通り、ありがとうございます。